リチャード・ペティ、リチャード・ペティは、元レーシングドライバーで、ナスカーの最高峰シリーズである、ストリクトリー・ストック、グランド・ナショナル、ウィンストン・カップの、核、シリーズ、いずれも後のスプリント・カップシリーズで活動した。ペティは、キングの愛称で知られ、ナスカーで、最多記録となる7度のチャンピオンを獲得し、キャリア23で200勝を記録した。デートナ500でも、 最多記録となる7勝を挙げ、年間優勝数でも最多記録となる27勝、10連勝を含むを1967年に記録した。ペティは通算1185レースに出走し、ポールポジションの最多記録127回を持ち、712回のトップ10フィニッシュを記録した。また、1971年から1989年に、 かけて513レースの連続出走を記録した。ペティは2世ドライバーである。父リー・ペティは1959年の第1回でエトナ500の勝者であり、ナスカーで3度のチャンピオンを獲得した。息子のカイル・ペティもよく知られたナスカードライバーで、孫、カイルの息子のアダム・ペティもナスカードライバーとなったが、アダムは2000年5月12日に、 ニューハンプシャーインターショナルレースウェイで行われたブッシュシリーズのレース中に起きた事故で死亡した。この5週間前にはリーが死去たばかりだった。ペティは1958年にリンダと結婚し、4人の子供と12人の孫に恵まれた。ペティ一家はノースカロライナ州に居住し、ペティエンタープライズを運営した。そこからほど近いにはリチャード・ペティミュージアムがある。2008年1月7日、 ペティエンタープライズは、ノースカロライナ州ムアーズビルの元イエーツレーシングのの、施設に移転した。キング・リチャード・ペティは、この施設のガレージエリアに頻繁に現れ、訪れたファンに対しサインをするなどの応対をしている。ペティは、ナスカードライバーの父リー、母、エリザベスの子として、ノースカロライナのレベルクロスに生まれた。ペティは1958年7月18日に、 21歳と16日でナスカーデビューを果たした。トロントのエクスポジションスピードウェイで開催されたレースで、初戦を迎えたペティは、オールズモビルをドライブして、全100周のうち55周を走行し、17位でフィニッシュした。1959年、ペティは6度のトップ5フィニッシュを含めて9度のトップ10、フィニッシュを果たし、ナスカールーキーオブザイヤーを獲得した。 1960年、ペティはグランドナショナルクラスで3勝を挙げ、ドライバーズランキングで2位となった。1964年には新しいヘミエンジンを搭載した強力なプリムスをドライブし、デートナ500では全200周のうち184周をリードして、同レースでの初優勝を飾るとともに、シーズンで9勝と11万4千ドルを超える賞金を獲得し、初めて、 シリーズチャンピオンとなった。1966年のデートナ500は、ライブのため198周で打ち切られたが、このレースでペティは2周遅れを挽回して優勝し、デートナ500史上初めて2勝目を挙げたドライバーとなった。主催者がヘビエンジンを禁止したことに抗議して、ナスカーボイコットを行ったクライスラーに同調し、ペティは1965年は、ドラッグレーサーとして活動した。 ペティは、ジョージア州ダラスのサウススターンドレアグウェイで、開催されたレースで7人が負傷し7歳の少年1人が死亡する事故を起こし、ドラッグレースでの活動を終了した。1967年は、記録に残る年となった。この年ペティは48レースに出走し、10連勝を含む27勝を記録したペティは2度目のグランドナショナルチャンピオンを獲得した。 27勝のうちには、ペティのキャリアで唯一となる、ダーリントンレースウェイのサザン500での優勝が含まれる。それまでは、自身の出身地から、ランドルマンロケットと呼ばれていたが、ペティはこのシーズンを圧勝すると、キングリチャードのあだ名で呼ばれるようになった。1969年、ペティはフォードに車両を変更した。これはペティが、スーパースピードウェイではプリムスに競争力が欠けると、考え、 滑らかなボディのダッチチャージャーを使用することを望んだが、クライスラーの重役はプリムスを使い続ける子に固執したためである。このシーズン、ペティは10勝を上げポイントランキングで2位を獲得した。1970年にプリムスはシャークノーズとゴールポストウィングを持つスーパーバードを許し、プリムスに戻ったペティがこの車両をドライブした。この車両は後にピクサー映画カーズに登場し、 ペティ自身がその声優を務めた。1971年も記録に残る年となった。デートナ500でペティはチームメイトのバディベーカーを破って優勝し、デートナ500で3勝を挙げた初のドライバーとなった。このシーズンのペティは、デートナ500以外に20勝を挙げ、ナスカー史上初めて生涯獲得賞金が100万ドル突破したドライバーとなり、3度目の グランドナショナルチャンピオンとなった。1972年、ペティは後によく知られたスポンサーとなる STP カラーのマシンで発祥を含めた28度のトップ10フィニッシュを果たし4度目のチャンピオンを獲得した。1973年のデートナ500では、ペティとベイカーの2人が争い、生き残ったペティが4度目のデートナ500制覇を果たした。ベイカーはゴールまで6周を残して、 エンジントラブルに見舞われた。翌1974年はオイルショックの影響でレースが短縮され、デートが450となったが、ペティはこの年も勝利を収め、デートが500の通算勝利数を故障まで伸ばし、5度目となるウィンストンカップのタイトルも獲得した。ペティは自身のキャリアを通じ、最盛期は特に フェンスの向こうでサインを求める全員のために何時間も立ち続けることで知られていた。ペティは大きな人気を集めたが、それでもファンへの対応を渋ることはなかった。1975年は、またも歴史の残る年となった。ペティは自身のキャリアで初めてワールド600を制し、13勝を上げて6度目のウィンストンカップ制覇を成し遂げた。 シーズン13勝は、レギュレーションの変更で、レース数が減った1972年以降のナスカーでは、最多勝記録である。この記録は1998年に、ジェフ・ゴードンに並ばれたが、ペティは30レースで13勝を記録したのに対し、ゴードンは33レースに出走した。一方で、ウィンストン500では、自らのピット作業中。 出荷したタイヤの消火作業を行おうとした議定のリチャードエンスが加圧水タンクの爆発に巻き込まれて即死しており悲しみのシーズンにもなった。1976年、ペティはナスカー市場で最も有名なゴールシーンを見せた。ペティとデビット・ピアソンはデートナ500で最終ラップの第4ターンまで競り合っていた。ペティはピアソンを第四ターンで抜きにかかったがターンの出口で ペティの右リアバンパーとピアソンの左フロントバンパーが接触した。両者はスピンし、共にホームストレッチのウォールに衝突した。ペティのマシンはゴール直前の場所に停止し、エンジンも止まった。ピアソンのマシンはホームストレッチのウォールにヒットし、他者を巻き込んだが、エンジンは止まらなかった。ピアソンはどうにかゴールラインに向けてマシンを運ぶことに成功し、 インフィールドの芝生上でペティを抜き、デートナ500の勝利を手にした。ペティは2位となった。1978年、ペティは前世紀にありながら一生も上げることができない、奇妙さが目立つシーズンとなった。ペティは長い時間、多大な努力、強い信念を持てども1978年式のダジマグナムを調整して良い成績を残すことができなかった。 ペティは19戦終了時までに2度の2位を最上位に7度のトップ5フィニッシュと苦戦した。ペティは誠実で熱心なクライスラーファンの心を裏切り、4年落ちのシボレー・モンテカルロにマシンを付加してシーズンの残りのレースに臨んだ。しかしながらシボレーへの変更も走行せず、1978年シーズンはついに勝利を挙げることができなかった。翌1979年のペティは、 前年の不振を跳ね返す活躍を見せ、5勝を挙げて7度目のチャンピオンを獲得した。そして、これが、ペティにとって最後のチャンピオン獲得となった。ペティは、デートナ500で、さらに2勝を挙げた。1979年の勝利は、ペティにとって46レースぶりの勝利で、デートナ500での6勝目だった。 また、スタートからゴールまで生放送された初のデートナ500で、ゴールをめぐる問題で2名のドライバーが殴り合いを演じたことでも知られるレースである。ペティは、1位と2位を走行していたドニー・アリソンとケール、ヤーボローが、最終ラップにクラッシュすると、ダレル・ウォルトリップと AJ ・ホイトを抑えて優勝した。デイトナ500に勝利したペティは、この1979年シーズン、ウォルトリップを抑え、 自身のキャリア7度目の、そして最後のウィンストンカップチャンピオンを獲得した。1981年シーズンに向け、ナスカーは全てのチームに対し、各メーカーが1979年により準備を行っていた110インチのホイールベースを持つ小型化した新たなマシンでレースに臨むことを指示した。 ペティはそれまでシボレートオールズモビルで成功を収めていたが、クライスラー系のマシンへの変更を望んだ。ペティのチームは、美しい1981年式のダッチミラーだを、仕立てて1981年の1月に、大人に持ち込みテストを行ったが、このマシンは、時速のラップを記録するに止まった。これは、GM のマシンを8マイルも下回るスピードだった。 ミラーダに競争力が欠けることを知ったペティは、デートナのスーパースピードウェイでダッジを走らせることを諦め、デートナ500に向けて、ビューックリーガルを購入した。この1981年のデートナ500で、ペティは残り25周のところで燃料補給のみのピットストップを行い、ボビー・アリソンを出し抜いて7度目の、そして自身最後のデートナ500制覇を成し遂げた。デトナ五百のレース後、 ペティのチームには大きな変化が起き、長年にわたりペティのクルーチーフを務めたデールインマンがチームを去った。1981年シーズン、ペティは参照をあげたが、ペティ自身はこのシーズンを失敗だと感じていた。ビュイックリーガルはハンドリングと信頼性に問題を抱えていた。1982年に向け、ペティはポンティアックの実質的なファクトリーサポートを受け、マシンを ポンティアックグランプリに変更した。1982年は1978年と同様の結果となり、無勝利に終わった。1982年の初めには、グランプリはダッチマグナムと同様、ハンドリングとスピード不足の問題を抱えた。しかし、シーズン終盤に向けて、数度のトップ10フィニッシュを記録し、翌1983年には3勝を含めた。 数度のトップ5フィニッシュとトップ10フィニッシュを記録した。1984年7月4日、ペティはデートナーインターナショナルスピードウェイで開催されたファイアクラッカー400で通算200勝目を達成した。このレースのゴールは劇的だった。198周目にダム・ヘバートンがクラッシュするとイエローコーションとなり最終ラップでレースが再開された。 ペティとケールヤーボローの荷台によるバトルは、ヤーボローが、ペティのドラフティングを使って一度はリードするが、ゴールラインではペティが、ほんのフェンダー長さの差でヤーボローを指しった。2003年のルール改正、ルールにより、2周を切るタイミングでの再スタートでは残り、周回数がそこから2周とされることになったため、これと同じことは起こらなくなった。また、ロナルド・レーガン大統領がこのレースに訪れ、 レーガンはナスカーレースに参加した初の大統領となった。レーガンは200勝の金字塔を打ち立てたペティとその家族をビクトリーレーンで服した。1991年の末、ペティは1992年シーズンをもって引退すると発表した。ペティが最後にトップ10フィニッシュを果たしたのは1991年のバドワイザー・アット・ザ・グレンだった。 このレースで5周目の事故で JD マクダフィが死亡した。引退を決めたドライバーは出走するレースをしばしば限定するが、ペティは1992年シーズンにフル参戦する決定をした。1年にわたるファン感謝ツアーはアメリカ中を回り、ペティはスペシャルイベント、受賞式、ファン関連のミーティングなどに参加した。レーシングチャンピオンズはこのシーズンのペティの 全レースに合わせたミニカーのラインアップを展開した。ペティは最終年に2つの特筆すべきレースを見せた。1992年7月4日のペプシ400でペティは予選2番手を獲得した。このレースのスタート前にペティは受賞式に臨み、そこでジョージ・ H.W. ブッシュ大統領の訪問を受けた。レースがスタートするとペティは最初の5周をリードしたが、 順位を落とし、84周で疲労のためリタイアした。途方もなく忙しいスケジュールと平凡なレース結果の中にあったペティだが、1992年の全29レースのすべてで予選を通過することに成功した。自身にとっての最後の出走となるレースコースでペティはペースラップを先導してファンへの挨拶とした。ペティの最後の出走は、 アトランタモータースピードウェイでのフーターズ500だ。このレースでは、ジェフ・ゴードンがデビューを果たし、ナスカー史上2番目に、僅差のポイント差で、チャンピオンが決定した。このレースでは6人に、チャンピオンの可能性が残されていた。記録となる16万人の観客を集めたレースでは、ビル・エリオットが優勝し、エリオットを10ポイント差で抑えたアラン・カルイッキが、チャンピオンを獲得した。 タイトルを争っていた一人のデイビー・アリソンは、クラッシュしチャンピオンのチャンスを逃した。強大なプレッシャーの中、ペティは41台中39位でなんとか、アトランタの予選に通過した。予選を通過しないことには、スタート時にペースラップを先導する役を務めるには、不適切だった。94周目に、ペティは事故に巻き込まれ、自身の車両が出火した。ペティは車両をコース外に出すと、 炎上する車両から無傷で脱出した。ペティのピットクルーは再出走するため熱心に修理を行い、残り2周でペティは再スタートを切ったため、ペティは最後のレースで35位ながら完走と記録された。レース後、ペティは自身のトレードマークともなった STP カラーのポンティアックでコースを回り、ファンに挨拶した。翌年、ペティは再度ステアリングを握った。 1993年の8月18日にインディアナポリスで開催された1994年のブリックヤード400のためのタイヤテストに参加しコースを数周したペティは車両を降りるとインディアナポリスの博物館に車両を寄贈した。ペティはホームステッドマイアミスピードウェイで開催された2003年のシーズン最終戦の際再度レースカーに乗車しコースを一周した。 このレースは、ウィンストンの名を冠した最後のレースで、これはウィンストンが7度にわたり、ウィンストンカップを制したペティを称えるために行われた。2007年に、デートナで開催された、ペプシ400で、ペティは再度ステアリングを握り、スタートまでのペースラップを走行した。ペティは、後続のレース車両を大きく引き離して、集団の後ろにつき、一周多くペースラップを走行し、 ヒットにに入った。たた。これれは、ビル・フランス・ジュニアのの追悼のために行われたペティはドライバーを引退するとロビールーミスにクルーリーダーのキャリアを積ませた。ルーミスは1990年代にペティエンタープライズでクルーチーフとして君臨しフェニックスで行われた1996年の チェッカーオートパーツ500とノースカロライナレースウェイで開催された1997年のエイシュデルコ400にボビー・ハミルトンのドライブで勝利し1999年にマーティンズビルスピードウェイで開催された001にバージニア500にジョン・アンドレッティのドライブで勝利し計算賞を挙げた。ペティは現役を引退した直後にテレビ放送の解説者になったが このキャリアは長くは続かなかった。ペティは10年後に息子のカイル・ペティが日常業務を引き継ぐまでオーナーとしてチームを運営した。しかしながら2008年にカイル・ペティはペティエンタープライズを放出されスポンサーが不足したペティエンタープライズはジレットイコールエヴァンハムモータースポーツに買収された。新チームはリチャード・ペティとジョージ・ジレットを共同オーナーとする体制となったが チームには、ペティの名だけが残され、リチャード・ペティ・モーター・スポーツと命名された。この合併が正式に発表された2週間後、レイ・バンハムは、ジレット・エヴァンハムチームを去ったことを発表した。数々の勝利とともに、ペティは、多くの大クラッシュにも見舞われ、生還してきた。中でも大きなものが3つある。ペティは、シリアル食品の、チェリオと、米国グラクス・スミスクラインの製品。 ニコレットとグッディーズヘッドエイクーパウダーの広報担当になった。また、ペティはかつて自身がメンバーだった、非営利団体の公共広告にも登場した。ペティはほぼ常に、トレードマークのサングラスとチャーリーワンホースの帽子を身につけている。1996年には、ノースカロライナ州州、ストム長官の共和党候補となったが、 総選挙で衆議会議員のエレインマーシャルに敗北した。大きな敗因として、ペティが週刊高速道路85号線を走行中に全車を追い越す際、無謀な運転により追突した上当て逃げしたとして発されたことが挙げられる。しかしながら、後にこの追突は実際には起きていないことが判明した。被害車両の損傷部はペティの車両のバンパー位置よりも低い場所にあった。 ペティの情報が箱に記載されたシリアル 43S が作られた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。